はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、武藤遊戯です。さあ本日なんですが、新イラストおよび新フィニッシュ演出および新召喚ムービー、これが全部追加されました神をね使っていきたいと思いまして、先日の動画ではですね、ラーの抑止流っていうね、最強モンスターを爆誕させたんですけども、まあ、今日は、オシリスの天空竜およびオベレスクの巨神兵、こちらを使っていこうと思っております。オシリスおよび、オベレスク、これはですね、まあ、割と、まあ出すのは簡単で、結構そもそも特殊召喚ができますんでね、ラーと違って。まあラーも一応特殊召喚できるけど、まあその簡単には特殊召喚できないから、縛りがあるんでね。なんでオベリスクおよびオシリスは結構特殊召喚できるんで、まあ普通にシンプルに割と何のデッキでも活躍できると思うんですけども、まあ専用構築にするとね、結局ねやっぱね弱いんですよね、オシリスとかオベリスクとかって。やっぱある程度、現実的に考えて、まあ強い3体並ぶ系デッキに刺すのが一番多分現実的に使いこなせると思うんですよ。でめちゃくちゃ相性、まあいいテーマありましてね、召喚剣使わずにモンスターポンポンポンって並ぶテーマね、クシャトリアっていう最強デッキあるんですよね。これマジで簡単で、ユニコーン1枚が3体分のリリース素材用意できるんで、ユニコーン、パーピアス、それからまあフェンリール・アライズってやればもう簡単にまあモンスターの並びますし、そもそもドラゴサック出せるんで、このデッキドラゴサックってトークン2体出すっていうことで、トークンプラスドラゴサックでもう3体もなれるんですよ。だからめちゃくちゃ強いです。はい、というわけで、クシャトリアデッキ、まあ実質これステータスがブラックマシャなんで、実質ブラックマシャですよ、これね、実質ブラックマシャ、だブラマジデッキ、実質これなので、ブラマジデッキからこのオシリスの天空竜を出していくという構築ですね。で、オシリスの天空竜とかオベレスの巨神兵って結構サーチが難しいんですよね。まあ真実の名とかなんかそういう専用サーチとかじゃないとなかなか厳しいんですけども、スモールワールドでね、このなんか意味わからんこのサブテラーマリス、ジブラタールとかいうなんかよくわからないモンスター、これを除外すると、経由地点でアクセスできることが発覚しましたんで、スモールワールドを経由してこれサーチするという動きをしてます。クシャトリアモンスターであれば、大体これジブラタール経由すれば全部これになれるんで、まあ逆に言うとだからユニコーンとかもサーチできます、これ。なんか、アライズハート、ライズハートか、ライズハートからなんかジブラタールで、ユニコーンみたいな動きも結構ねできるんでね、意外とね優秀です、これジブラタールくん。はい、というわけで、まあちょっと、まあ、オベレスクとオシリス、まあ、とりあえず適当に、並べて、で適当に、オシリスか、オベレスク、出して、でフィニッシュを、フィニッシュ演出をかましていきたいと思ってますんで、やっていきましょう。はい、超電動波サンダーフォース決めていくぞ、デュエルスタート。お、実質ブラックマシャン来た、実質ブラックマシャン。ちなみにクシャトリアユニコーン君はブラックマジシャンと全く同じステータスをしているため、実質ブラックマジシャンと言われているからな。ああ。まあ、要するにこのデッキはブラックマジシャンデッキってやつよ。なんか最後の一枚決めえな。除外される時の金券の、オシリス来た。よし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 、オシリスの天空竜来たぞ。これはでかい。オシリスの天空竜の爆弾はもうこの時点で確定しております。実は、なんと。まあ、一応ユニコーンの効果通れば嬉しいですけども、まあ、通んなくてもいい、別に。トーンなくてもオシリスは出る。行くぜ。さあクシャトリアユニコーンを特殊召喚、そしてクシャトリア、ブラックマジシャンを特殊召喚、ブラックマジシャンの効果発動、ブラックマジシャンの効果により、強化版黒の魔導陣を手札に加えることができるぜ。あ、ちなみにこれあれね、金マンで謙虚な壺は真実のな。さあ黒の魔導陣を発動、黒の魔導陣の効果によりデッキからブラックマジシャンガールを特殊召喚、そしてブラックマジシャンガールの効果発動、全部嘘実況となっております今現在ね。よし、相手なんもねえぞ、相手なんもない、これクソでかい、これはね、じゃあ結構強めの盤面形成できるんじゃないか疑惑ありますね。さあクシャトリラシャングリラを特殊召喚し、さらにクシャトリラライズハートの効果を発動、クシャトリラライズハートの効果によって、レベルを7に変更しながら、デッキからビッグマンをゲームから除外、そして、幻想の黒魔導士の効果によって、相手のペンデラムゾーンを埋め、さらに、これはなんだ、ちょっとわからん、指定の絆の効果によって、この幻想の黒魔導士の素材になっているブラックマーシャンガールを回収し、そのままブラックマーシャンガールを特殊召喚できるぜ。はよし、これだいぶ強いぞ、これ普通に。スケガクロークシャトリラもいるからな、だいぶ強い。これ一回乗せるか、一旦乗せ、フェンリル残しかな、これ
多分ね、これアライズハート乗せましょう。はい、これは何だろうな、マスターオブカオス、はい、超魔導剣士マスターオブカオス出して、でまあある意味マスターだからな、ある意味マスターなんで、で、スキアクロークシャトリーを出す、で、パーピアス除外する、でさらにパーピアス効果、パーピアス効果は使わない方がいいね、使わない方がいい。でビッグバン回収できないから、でビッグバン吸収する、 OK で、レベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろ、現実機ドラゴサック、これはリアルのブラックマジャーの方でも入ってるな。でドラゴサックのモンスター効果、トークンを2枚生成することができるぜ。このモンスターマジ優秀なんだよ、3体リリースするときマジ優秀でさ、これほんまに、これによってトークンを2枚爆誕させることができるぜ。うおで、吸収よし、これで3素材以上にもうなっているから、こいつの、フリッチ除外効果も発動することができる。そして神の召喚を行う、俺は3体のモンスターの魂を墓地へ送り、現れよオシリスの天空竜、かっけー、マジかっけー、ってか盤面まだ強くて草いや盤面これまだ強いな、これ普通に。アライズハートで全除外、まあ、マクロコスモスですね、マクロコスモス状態でフェンリルでなんかモンスコが使ってきたら、除外するで、オシリスで将来だ。いやこれ普通のブラックマンチャンデッキ使うより全然強え やべちょっと言ってはいけないこと言ったか、今言ってはいけないこと言った気がするな。なに将来だ、ドラゴンリングだな。そしてカードはゲームから除外されるぜ、残念ながらな、てめえの、あっていうかそれこれあれだな、ゴライアス吸収しなきゃ、忘れてた、破壊体制、あまりにも遅い破壊体制をぶち込んでいくぜ。さあどうする、マジでこれベースセットとかも効かないんだよな、あの光闇いないから墓地に、まあ、これがクシャトリアのいいところなんですけど。さあベースセットとかいうモンスターも出せねえな、ゲームから除外されちまったため、てめえのトレーサーがいなくなって、おーっと何もできない、おーっとおーっと何もできません、鴻上良健選手、鴻上良健選手何もできません、分からせてやるか、相手一応あれかな、これ待ってくれてんのかな、これ優しいな、ちょっと普通に手札の枚数変わんねえんだったらサーチ入れるか、ライズハートかなんか持ってきて、これあれだな、普通にあれか、パラルパスファインダーからの召喚ムーブで、パライゾスサーチで、パライゾスで手札1枚増えるまでいけばいいか、でプラントパスファインダーをリリースして、パライゾスで、パライゾスで打点も上がるしな、これで、さらに、アライズハート君の効果も起動、よしよしいいぞ、これちなみにガンマとかかかっても大丈夫だ、今ゴライアスが入ってるから何でもいい。そしてパライゾスを発動、パライゾスの効果によりデッキから何らブラックマジシャンを、手札に加えることができるバトルいけ、ブラックマジシャン、ブラックバーニング、ブラックマジック神の攻撃、超電動波サンターフォースかっけこれマジ原作再現じゃない、これこの演出作った人マジでボーナス 50% アップで、おっとか、やべえ、これあれじゃん、モンスターじゃなくて神来てるわ、モンスターじゃないやつ、あモンスターじゃないんだったらモンスターゾーンに出せないんじゃないかっていう説あるけどな。おっとよし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 、ここでの裏はでかい、ここでの裏はマジでかい。さあクシャトリアユニコーンが誘発を吸い、そしてクシャトリアユニコーンの効果を発動するぜ、クシャトリアユニコーンの効果により、え、なんだこのデッキ、え、なんだこのデッキ、まあアゼウスか、なんかわかんねえけど、バンキシソウルと遠征騎士入っていたぞ、なかなか面白いデッキだな。さあクシャトリラパーピアスの効果、クシャトリラユニコーンを対象に取り、デッキからクシャトリラフェンリルを特殊召喚、そして、クシャトリラフェンリルの効果を発動、クシャトリラフェンリルの効果によってライズハートを手札に加えていくぜ。これちなみにね、これ召喚権使わないで、まあモンスターが3体並ぶというギミックが、まあ、モンスター3体というか、まあ、かなり並ぶ、モンスター4体並ぶよね、このデッキ。だから、まあ、非常に優秀ですね。はい。クシャトリラ、
デッキは神のためにあると言っても過言ではありません、おそらく。はい、クシャトリアデッキは神のために存在しているという話はあります。まあ、ちょっとね、バースがないんで、まあ、バースがあるともう一体並ぶんですけどね。で、クシャトリア・シャングリラン効果。まあ、ちょっとオベリスクなんで、オベリスクはちょっと先行で出すモンスターじゃあんまないんで、まあ、ちょっと、様子見ながら、まあ、3ターン目に出していければいいかなという感じでいきますか。はい。ちょっとね、まあ、結局ね、オシリスって先行で出して強い。で、まあ、ラーは後攻出したら、まあ、ワンキルできるかもしれないと。一応対象に取れないんでオベリスクまあまあ強いんですけど、まあ、かといってなんですよね、かといってなんですよね、ぶっちゃけオベリスクってなんかそんなに先行で出しても、まあ、今結構選んでなんかその除外とかいっぱいあるからね、バウンスとか、はい、対象取らないみたいなね。なんで、まあ、神の体制は、まあ、魔導セール時代とかはめっちゃ強かったのかもしれないですけど、まあ、この現代遊戯王においては別に強くないんで、まあまあその先行でドヤ顔で腕組んで出して勝てるモンスターでもないし、あと普通にアクセスコールとかでぶん殴られるしね、単純に4000だったのか別に高くないっていう、まあ、カードパワーの権限となっておりますね。まあ、これ相手はライツハートもう入ってないからシャングリラは使っていいね。まあ、ユニコーンでカンニングしたら、使うかどうか選べるのはまあまあ強いですねこれね。はい、さあとりあえず、クシャトリアユニコーンくんが爆誕していく。さあ盤面はまあまあ強いぞ。まあ、今のところただのクシャトリアだからな。オッケー、ドクターマットラブいいだろう。ドクターマットラブ裏側、あでもこれ裏側にされるか、裏守備されたらちょっと あかんな。アライズハートくんの効果が有効のままでいてほしいから、ちょっと一回これ普通に有効でアライズハートの効果によって、あちょっとユニコーンだけ使うか、ユニコーンだけ使う。まあちょっとシェンリルは、まあ、バキストールのデッキの場合は逃げられる可能性があるんで、まあ、ちょっと後にしときますかね。で、マジでこのデッキ何なのこれ、これ何除外すればいいのこれ、わからない。わかんなすぎるこれ、何これ、何除外してもあんまかん、バロネスなんか除外しとくよこれ。バロネスでいいか、バロネスなんかわかんないけど、出んのかなこれ、バロネスとかいうモンスター、わかんないけど、ほんとわかんないっす。まあ、とりあえず吸収しましょうか。はい、あと1回除外されれば、あてか、これで除外されるのか、除外されて、これで一応フリーチェ除外も飛ばせますね。はい、まあちょっとリンク先を埋めて、バンケシソウルの、リンク先をまあひたすらに埋めていくと、まああんまり埋める意味ないかもしれないけど、はい、さあどうしますか。まあ一応6個バンケシア君は発動できますが、あデュランダルか、デュランダルか。これデュランダルだとあれだな、ラゼン持ってこられるんだよな。まあ、ワンチャンちょっとさすがにか、これでこうしてこうしてこうして、まあ、ちょっとデュランダル除外して、まあ、一応ラゼン持ってこれないようにして、これはダメだね、これ逃げられるかもしれないもんね。だからデュランダルの、を対象にとってデュランダルをゲームから除外していく。でリゾルブチェーンねえな、チェーンねえな、チェーンなさそうだな。これ使っていいな、一応剥がしていいか。こっちでここ埋めて、でここ押して、これあれですからね、クシャトリラって相手のターンでこうやってモンスター増えるじゃないですか。だから開始のターンでオベレスクが出しやすいっていう、はい、そういうシナジーもありますね。さあブラックマンシャを特殊召喚で、これで吸収。なかなかいい感じの動きが、継承何、あーデュランダルだー、やばい、変わんなかった、あんま変わんねえ、やべえ、あんま変わんなかった、やばい、助けて、やばい、ちょデュランダルで貫通される可能性がある。はいはい、でもモンスター効果使わないか、もうあいつをまあラゼ持ってこられるか、いやミスったかこれ、いやこれミスったらこうチェーンなかったら普通にモンスター除外していいんですよね。バンキストールのなんか変身できるやつらが手札になさそうな感じするんで、これチェーン的に普通にマットラブ除外で終わってない可能性ありますね、相手の盤面。はい、で6個バンキッシャー出てくる。
あれこれでも墓地結構ね、あのモン、あのモンスター行かないのきついと思うけどね相手で。6個パンキッシャー効果っていうのからパンキッシュソウルモンスター1体を特殊召喚していくってことは、え、多分ねこれモンスターいないんだ、これモンスターいないじゃないですか多分これ。ってことは多分このラゼンのサーチのこの効果の前にも吹き飛ばしちゃえばいいんですよね多分。でここをフェンリル効果、これサーチされると変身されちゃう可能性があるんで、多分ねこれモンスターないですこれ相手で。ラゼンゲームが除外で、これで棒立ち、ゼロ棒立ちゼロ棒立ち、オッツ。これ多分モンスターを前に多分展開する手段もほぼないんですよね。まあ一応あれか、バンキッシュソウルの効果によって、ロックバンキッシュか、ロックバンキッシュの効果によって相手のメインフェイズだったら一応展開できるかもしれないけど、まあもうその時すでに押すしという話はある。かわいそうにな。さあ、オベリスクの、オベリスク爆弾の準備は着々と整って、何誰諦めたか、諦めよったかあいつ。よろしい、引導を渡してやろう。よし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 、パライトスも来た。よーし、いいぞ。ドローフェーズはいいし、スタンバイフェーズだ、スタンバイフェーズ。クシャトリラ、シャングリラの効果割とね、あのデイリー消化とか、あの MD 検定もあるんでサレンダーされないこと多いですね最近ね。はい、まあ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 、あの干渉してくれてありがてえ。さあ、あとは一応サーチ入れて、で、まあ、一応こっちもサーチ入れるか、サーチ入れて、よし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 、貴様には引導を渡してくれる。破壊神よ、我が絶対のしもべとなりて、我が領域に降臨せよ。いでよ、オベリスクの巨神兵。強いなんていうの、これ打点もアップするぜ。ブイーン、殺す、バトルフェイス。順番、3000だから、まずこっちからぶん殴るぜ。ふん、神の攻撃、ゴッド反動、クラッシャー、右からフェイントでボーン。いや、オベレスクの巨神兵くんめちゃくちゃやる気じゃん。オベレスクの巨神兵くんめっちゃやる気なんだよな。インシーの呪文、何貴様マリクイしてある。相手にとって不足はないぜ。社長がぶちのめしてくれるガジェットゲーマー、何ガジェットゲーマー、やばやばあれ何、そのイニシエの自分は何だったんだ。やべえ、ガジェットゲーマー、まあまあキモい。さあ、ディフォーマーテレフォンを普通に召喚しながら、ガジェットトレーラーが特殊召喚されるぜ。なるほどな、やばいんじゃねえかこれ、さすがにこれさすがにやばいんじゃねえか、あ、やばいんじゃねえかそれ。おい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 、これ無限電話編始まったぞこれ。おい、あああああ、さあ、時知らずのデュガレスとかいう激規模モンスターの効果によって、これは何が、特殊召喚される、あやばい、ちょ、もうやばく分かった、もうやりたいこと、いやもうキモいキモいキモい、ちょさ、もう全員さ真面目に神使おうとしてるやつおらんの、なんかこれさっきもさ、なんかさ、うわら、やばいぞこれ、射出されんじゃねえかこれ、あかん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 マジで、ちょ、マジで真面目に神使ってる人どこにいる、このゲーム。